お疲れ様です。ですね、今仕事終わりまして、ちょっとご飯食べようかなと思ったところに、またメンバーの洋介から連絡が入りました。スパゲッティが食べたい。だそうです。どんなのって聞いたら、クリーム系で、ちょっと変わったやつって、今日はそのリクエストに応えていきたいと思います。で、スーパーに行ったんですよ、近所の。でも入り口バーンって入って、どうしようかなって、もう、左パッて見た瞬間に目に留まった食材で、もうインスピレーションでこれだというパスタを作りたいと思います。こちらです。ザン。今日はこのキノコを使ってキノコクリームパスタを作りたいと思います。ですね、今回はエリンギ、舞茸、しめじの3種類を使って作っていきたいんですけども、これは僕のキノコ3トップですね。しいたけが嫌いと僕プロフィールにも書いているんですけど、なんかね、しいたけダメなんですよね。馬の合わないキノコですか、あいつ。だから今日は使いません。今日はこの3種類を使ってサクッとパスタ作っていきたいと思います。レッツゴー。学芸大一です。さあ、作っていきましょう。このクリームパスタはですね、生クリームじゃなくて牛乳を使います。なんかシンプルでちょっと軽くなるんですよね。エリンギは今みたいに縦に裂いてください。なんかキノコって断面がナチュラルな方が水分が出やすいそうです。包丁で切るよりね。これもフライパン大きめ、これ30センチのフライパンだと思うんですけど、そのフライパンもパンにキノコがあるんですけど、ちゃんと水分を出してあげると、くたってすごく量が少なくなりますね。で、ベーコンは今回小さめのダイス状に切ったんですけど、これっていうのはそのベーコンの表面積が増えるだけで、うまみの相乗効果を生み出します。ニンニク、これ目取ってくださいね。焦げちゃうので火が入るタイミングが違って、目が先に焦げてしまうので目は取ってください。今回細かめのみじん切りにしましたが、お好みで大丈夫です。さあ、キノコが汗をかいてきました。こんな感じですね。油を引かずに炒めているので水分が出やすいと思います。塩もまだしてません。きのこを寄せたらベーコンとニンニクを炒めていきます。ここでやっと塩しましたね。先に塩しちゃうと、きのこが塩とか油でコーティングされて、さっきみたいに水分が出なくなってしまうので、なるべくそのまま炒めましょう。ここで胡椒をしっかり効かせるのがポイントです。ニンニクもなるべく火を入れてから合わせるといいですね。そのまま合わせちゃうとニンニクの臭みっていうのが目立ってしまうので、なるべく油で火を通してください。さあ、麺入りました。今回はクリームパスタなので少し太めのパスタを使っています。オイル系やるときはさっぱりしたいので細麺でもいいんですけど、クリーム系は太い方がソースが絡みやすいです。牛乳しゃばいなと思うんですけど、ちゃんと火を通してオリーブオイルで和えればとろみが出るので、皆さんもぜひやってみてください。いいですね、盛り付けが男飯ですね。お待たしー。 なんかやばくない？ お待たしー。どっち？少ない方。少ない方がいいな。やばいでしょ。これです。変わんないわ。これですよ。いや、もう待ってたよ。オーダー通りのクリーム系でちょっと変わったやつっていう、すごい抽象的なのか定まってるのか分かんない。でも確かに今までに食べたことないような感じでいいね。いや、めちゃめちゃ嬉しい。はい、美味しそう。名付けて。3種のキノコ、ベーコン、クリームパスタ、内田正樹式。すっごい語呂悪いね。多分順番
感が違った。絶対違う。絶対違う。はい、いってらっしゃい。ん、おいしい。うん、しかもさ、ここ最近で珍しくこの麺の太さもさ、気づく、やっぱりクリーム系だから太くしたの。あと生クリームじゃなくて牛乳にしました。あー、ちょっとなんか違うの。いや、生クリームだと重くなりすぎるから、うん、牛乳詰めたらちょうどいい。うん、でもまさきさ、うん、まあ俺らは嬉しいんだけどさ、キノコ苦手じゃなかった？シイタケが苦手。あ、キノコは別に平気なの？キノコは食べれるようになったの最近？そう、俺ね、ちっちゃい頃もともとすんごかったのよ、好き嫌い。へえ、意外。でも一人暮らしするようになってからどん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 勝手に克服してったの、うん、それはもう、それを食べないと生きていけないみたいな。だし、うん、一人になっていろんなものを、なんでもありじゃん、その制限がないし、はい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 、自分で用意するじゃん、うん、なった時なんかね、勝手に挑戦していくの。へえ。なんで椎茸あんまりな、まだトラウマが。椎茸のトラウマって何？襲われたんよ、これ椎茸。どういうこと、どういうこと。いや、なんか夏、非常に気になる。夏とか、夏とかなんかそっから導入部分やるよね。小学校の頃夏休みに、はい、なんか昼間友達とサッカーで遊んでて、うん、タクタで家に帰ってさ、でキッチンに駆け込んで麦茶飲みたいと思って、うん、ガブ飲みしたのよ。キッチンに置いてあった容器にあるこの茶色い、はい、そしてそれが母親が取った椎茸の出汁だったので、うわっってなって、いやー椎茸に襲われた。あ、そういうことね。襲われてない、自分が間違えただけやん。でもなんかね、出汁に襲われたのに出汁は食べれる、うん、まああれさ、そのまあショッキングだったんだろうね当時。そう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 。けど味のまずさで嫌いになったわけじゃないじゃん。 それはだから襲われた出来事が苦しいだけで、味はまあチャレンジはしてるよ、克服したいと。ああ、そうなの、うん、で食べれるし実際でも、うん、好んで取らない。へえ。俺はこんだけ料理やってるけど、うん、椎茸をね扱えないよ。それで言うと俺もセロリに襲われたんよ。いやいや、ガチガチセロリに襲われたの。なんか俺小学生の時ぐらいに、うん、カナダのなんかキャンプみたいなの行ったの。なんか行ってたね、海外キャンプみたいな、うんうんうん、で海外のスクールに行って、うん、でなんか面白いのが、なんか小学校みたいなそのスクール、うん、サマースクールみたいなとこって、うん、海外っておやつが出るの3時ぐらいに、うん、学校で学校で、でそれがクッキーとか、うん、ポテチとか、うん、ある中でなぜかセロリがあっておやつに、俺はその時からあんまり彼にいい印象がなかったわけ、うん、で、ね、でもなんかそのカナダにもう前からスクールにいる子たちはさ、うん、やったセロリだってなるじゃん、うん、でその教室がセロリ臭くなって、はい、もう充満して、うん、誰と話しても口の匂いがセロリで、うん、でもこいつ臭、こいつも臭みたいになってセロリに襲われたっていう。四方八方セロリだったんだ。そう、セロリに空間を支配されたの。それは襲われてるでしょ。あなたは何に襲われたの。松坂氏に襲われた。それはちょっと気になるよ。待て待て待て、いやでも確かに襲われる食シリーズで一番弱いよ多分。でも分かんない、白い悪魔って巷で言われてる。いつ襲われたの。小学校の時にさ、うん、みんな小学校だよ。友達の家に行ったのよ、はいはい、さ、綿菓子をおやつでさ、出してくれたの、友達のお母さんが、うん、なんか流れ一緒だな、ここはね。セロリとその時に初めて綿菓子食べたよ。うん、でももともとさ、甘いものが得意じゃないから、そんなに。あ、そうなの。その時、今も今もそんなに好んで甘いもの食べた。そうなんだ。そうで、あんなさ、もう砂糖の塊じゃん。うん、なんね、なんだこのまずいものはと思って。なるほどね。砂糖がダメなんだ。そう、吐きそうになりながらも、でもさ出してもらったから。そう、出してもらったけんさ、友達の家だもん。そう、食べないといけないと思って全部食べたんよ、ね、え、うん、で、その日の夜に綿菓子の逆襲来た。何？もう思い出して吐いちゃった、うん、もうそっから綿菓子は食べれない。それある意味
あの綿菓子に押されたというよりか友達のお母さんに押されてるみたいそれ確かにね。だから綿菓子が苦手なんじゃなくて、多分きっとその友達のお母さんが苦手なんだよ。それはあるかもしれない。確かに綿菓子は水かけてしまえばしまいやん。まあそうだよね。うわ綿菓子って、えいって水かけたらシュンからなんだよ弱点水だねまあでもこの感じってさ、本当なんかこの延長がラジオみたいな感じじゃん。確かに。そうだからラジオも、まあ、つい最近3人で撮ったけどさ、撮ったね。なんか本当に好きな、自分の好きなことを話せる場ってさ、なんかいいよね。しかもそれを聞いてもらえてさ、共感もしてもらえたり、それに対する意見ももらえたりとかさ、ラジオってさ、もう目つぶったらたださ、もう耳だけに集中するからさ、そこでもう話集中できるわけじゃん。だからそういう意味ではなんかいいよね。なんかこうより話を深く聞いてもらえるみたいな。移動中とかも聞けるし、そうそうそう、なんかしながら聞いてもらえるもんね。しかもなんか友達とかにさ、今何聞いてんの、あ、音楽聞いてるよ、よりもラジオ聞いてるの方がちょっと大人っぽくない、出たよ、なんか出た始まったよ。え、実際わからんか、ちょっと見てみ、み、何を、音楽、じゃあ音楽、なんか何聴いてんのって言うのが、でどっちがいいか、そうそうそう、じゃあまず音楽聴いて、そう、曲名なんか適当に好きなやつ。陽介、何今何聴いてんの。音楽、何聴いてんの。学芸大ニュースのジャスト。で次、OK。 陽介、何今、何ラジオ、はいどっちの方がかっこいい。ラジオでしょ、絶対ラジオ。ほら、全く同じシチュエーションだから、満場一致だと思う、全く同じシチュエーション、うん。そうだからやっぱり、ね、そういう意味でもやっぱラジオをね、皆さんにも聞いてほしいわけですよ。なんでこあの後で普通に喋るじゃあ、あの忘れないうちに洗い物じゃんけんしていいですか。ああ、まあそうね、ちょっと今食い切れなそうだからちょっとオーダー元が、うん、食い切れない、ゆっくりゆっくり、うん、でも完食したら洗ってねって感じ、うん、じゃんけんだけ今日少ない、いや助かる、洗い物マジで助かる、気が楽じゃん。わさっと、じゃあせーの、最初あげ、チェキパン。待って、なんで俺やってんの。いや、やるでしょ。そうじゃん、エンターテイナーまあいいや、最初あげ、チェキパン。読み合いだね最初あげ、チェキパン。よっしゃー、いつも思うんだけどさ、この料理のさ、料理と喋りの、最初あげ、チェキパン。動画撮りたいのにさ、いつもじゃんけんで、ヘイヤーダン。何言ってんだよなんと、このじゃんけんが一番尺だ、ヘイヤーダン。最近洗いすぎだよ、食器食べたらよろしく、確かにずっと洗ってんだよ食洗機じゃねえんだよいやまた本日も僕の、いや、Y の負けですよ。 Y? 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 Y?